チャンドラ X 線観測衛星は、1999年7月23日に NASA によって打ち上げられた人工衛星である。スペースシャトルコロンビアによって放出された。チャンドラの名称は、白色衛星が中性子星になるための質量限界を割り出した、インド系アメリカ人物理学者スブラマニアン、チャンドラセカールから取ったものである。また、チャンドラとは、 サンスクリット語で月という意味でもある。チャンドラは NASA の4つあるグレート・オブザバトリー計画のうち3番目の観測衛星である。その最初の観測衛星は1990年に打ち上げられたハップル宇宙望遠鏡、2番目は1991年のコンプトンガンマ線観測衛星、そして最後が2003年打ち上げのスピッツァー宇宙望遠鏡である。 打ち上げ前にはアクスフとして知られていた。アクスフはカリフォルニア州の TRW によって組み立て、検査された。地球大気が X 線の大部分を吸収するため地上に望遠鏡を設置することはできず、宇宙ベースの望遠鏡を作ることが必要であった。近地点は約1万キロメートル遠地点は 約14万キロメートルというかなり極端な大円軌道の人工衛星であるが、それを地球と月の3分の1のところを回っている。と表現している文献も見られるようである。チャンドラにより得られた情報は、X 線天文学の分野で大きな進展をもたらした。アルミメッキされた単純な放物状の表面を持つ光学望遠鏡と違い、通常の X 線望遠鏡ではイリジウム。 または金滅キされた円筒型の放物面鏡と双極面鏡が入れ子になっている。X 線光子は通常の鏡表面では吸収されるため、それらを反射するには鏡が浅い入射角を持つ必要がある。チャンドラでは4体のイリジウムミラーをハーマと呼ばれる補助機構と共に使用している。チャンドラは離心率の大きな楕円軌道を取ることで55から65時間の 連続観測を可能にしている。各分解能は0.5秒角であり、最初の X 線望遠鏡に比べ1000倍以上である。スペースシャトルコロンビア号内の観測機器室に置かれているチャンドラ X 線観測衛星シムには、アシーと HRC という焦点面に置かれる2つの機器があり、指定されたどちらでも観測中に定位置に動かせる。アシーは中の CCD チップからできており、観測した天体のスペクトル情報だけでなく、画像を提供する。0.2から10ケブの範囲で稼働する。HRC には2つのマイクロチャンネルプレートがあり、0.1から10ケブの範囲で撮影する。また、16マイクロ秒の時間解像度もついている。アシー、HRC は、それぞれ単独で使用されることがあるほか、 観測器にある透過型解説合子と組み合わせて使われる。ミラーの背後で光の経路に向かって方向を変える透過型解説合子によってチャンドラは高解像度の分光を可能にしている。ヘトックスは0.4から10ケブの範囲で動作し、波長分解能は60から1000である。レッティックスは0.09から3ケブの範囲で動作し、波長分解能は40から2000である。 1976年、リカルド・ジャコーニとハーベータ・ナンバウムが NASA にチャンドラ・ X 線観測衛星を提案した。翌年にはマーシャル宇宙飛行センターとスミソニアン天体物理観測所で準備作業が始まった。1978年、NASA は初の X 線望遠鏡、アインシュタイン衛星を打ち上げた。 チャンドラプロジェクトの作業は1980年代から1990年代を通して続けられたが、1992年、費用削減のため宇宙探査機のデザインが変更された。予定されていた12のミラーのうち4つが除外され、6つの科学機器のうち2つが除外された。予定されていたチャンドラの軌道は最も遠い場所で月からの距離の3分の1になる。 楕円軌道に変更された。これにより、スペースシャトルによって改良、修理できる可能性はなくなったが、軌道の大部分がバンアレン体の外側になった。1998年、アクスフはチャンドラへ名称が変更され、1999年にスペースシャトルコロンビアから打ち上げられた。これは、それまでにシャトルによって上げられた機器の中で最大の重量であり、 衛星を高い軌道まで打ち上げるためにユス、ブースターロケットシステムが必要となった。チャンドラは、MIT とノースロップグラマンスペーステクノロジーのサポートを受けながら、マサチューセッツ州のスミソニアン天体物理観測所チャンドラ X 線センターが制御し、打ち上げられた翌月からデータを送り返し続けている。アッシー CCD は初期に電離帯を通過する間、粒子による損害を受けた。 それ以上の被害を避けるため、現在、電離帯通過中は、商店面から外されている。2004年、チャンドラ5周年の式典が挙行された。ありがとうございます。